というわけで約束の、どう？二人ともちゃんといろんな人に。あれ、今日って何かの日だっけ？冗談だって覚えてるっつの。すぐ怒んだから。とにかく今日は寮に戻ったらラウンジに集合。忘れないでよ。えい、
はい、では月曜に約束した通り集めた情報の確認。お、乗り気じゃん。当然、あ、例の噂はやっぱり音量の仕業なんかね。ああ、そこ重要なんだ。まずこの階段騒ぎのそもそもの発端からだけど、校門で倒れてた例の子の話は確かにちょっと階段の内容と似てる。でも一人がそういう目にあっただけでこんな騒ぎになったのはなぜです？最初の事件のすぐ後に実は2度も同じことが連発してたんだから、階段と同じシチュエーションで3人も病院送りじゃそりゃ騒がれるわけです。では次、被害に遭った3人はクラスがバラバラで一見何の関係もない。でも実は水面下に共通点があったの。その意外なんなんだよこのノリ。誰の前つか、お前答えろよ。出家じゃ、しかもよくて何よ。出家じゃなくて家です。それも結構ちょくちょく出てたみたい。いくつか悪いグループと関わってて3人とも同じ状況で、よってサラダの真相に近づくべく、あ、現場取材。被害者の3人が決まって夜明かししてたたまり場ってのがあるらしいの。お、おい、それもしかしてポートアイランド駅前の裏入ったとこの。なんだ、知ってたの？あそこやばい。あそこ駅のすぐ裏だけど、マジ超いろんなやばい噂。そうなの。ならなおさらみんなで行かなきゃ。ねえ、一緒に来るでしょ？ちょっとそういうこと言う？大丈夫だって。どうせ順平が大げさに言ってるだけだって。行きたくねえな。つかそこまでする必要あんの実際。だって今まで私たち先輩に言われたまんま動いてきたでしょ。そうかもしんないけどさ、そこで間が、行かなきゃダメ。決まりね。明日。
畳みかけろ。それ竹馬が敵を撃破。やっと。あと1体だ。竹馬行け。あいつしぶてえよ。よし、プラン通りだ。待っていた。まだ。よくやった。完勝だ。油断するな。よし、体勢を崩した。ナイス。
打ちチャンスだ。弱点に命中、敵が体勢を崩したぞ。トルネード続けて攻撃だ。総攻撃チャンス。こんなー君はまだまだ強く。油断するな。敵の体勢が崩れた。まだいけるぞ。弱点をついたぞ。よし、うまいぞ。弱点にズバリだ。敵が体勢を崩した。今だ、やっちまおうぜ。ほら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 。君はまだまだ強くなりそうだな。
と思うな、あの子の。なんで音量はダメで、こういうのはありなんだか。ダメとか言わない。見えないものは誰だって気味悪いでしょ。見える方が怖いだろうが、バットとか光もんとかさ。もう、不良のたまり場くらい何よ。ほらほら、急いだ。先手必勝なんだから。あれ月光じゃん。やべえ、想像してたよりずっと。ちっとお前らさ、遊ぶと。あ、いや。お前らみてえの食った白毛帰れよ、ヒゲオ君。ヒゲオくん？ああ、俺のことっすね。ここ来るのに、なんであんたの許可がいるわけ？ちょ、バカ！お前あれか、空気読み人知らず。何それ？ていうか、こんな連中にビビんないでよ。ああ？こんな連中つったよ、その子。やっちゃえば？月光とか関係ないし。つか、シャメとか取って流しちゃおうか。パパとかが気失うようなセクシーポーズなやつ。やべ、超ウケる。あっちゃー、彼女今最低とか言ったよね。ヒゲオくんも大変だ。こんなアグレッシブなこと一緒だと。さっ！ちょっ！おめえも生意気そうな面だな。文句あんなら言えよ。殺す！その辺で。知らねえで来てんだ。俺が追い出す。いいだろ、そん。バカかてめえは。今さらそんで済むかよ。めんどくせえ。うっせ、なめんなこれ。確か荒垣とか言ったな。そうだ、荒垣信じろ。てめえも確か月光だな。
ここの常連のくせして俺。ああ、だそりゃ。おめえらみたいな連中の仲間になった覚えはねえ。くれやがった。てめえ今三途の川渡ったぞ。思ってるさ。試すか。やっと。覚えてろよ。すげえっす、先輩つえっす。バカ野郎が。帰れ、お前らの来るとこじゃねえ。待って、ごめんなさい、でも私たち知りたいこと。その顔、お前ら秋の秋に言われてきたのか。知りたい話ってのはなんだ、例の会。そうですけど。噂だ、病院送りになった女どもがその辺にたむろって毎日話してた。山岸って同級生をいろいろいじってるってな。山岸って E 組の山岸風か。あいついじめにあってたのか。おかげで騒がれてるぜ。犯人はその山岸の怨霊だとかな。話じゃネットでも昨日あたりからそんなね。山岸さんの怨霊って、それと。お前ら、その山岸ってやつ死んでるかもって。もう1週間かそこら家にも戻ってねって話だ。てか毎日通ってるお前らがなんで知らねえ。どうなってんだ、山岸って確か病気だって。つか行方不明ってことじゃねえか。これもう階段じゃないよ。B 組の担任ってエコダでしょ。あいつこのこと知ってんのかな。そうか、秋のやつ。あの日できなかったことの代わり、過去を消えないのはどっちだったんだ。なんでもね、知ってんのはそんだけだ。もういいか。あ、はい、お世話になったっす。ほら、お前も頭下げろよ。ありがとうございます、すごい助かりました。優しいんですね。あ、あ、ごめんなさい。チッ、もう来んじゃねえぞ。
先輩どうしてこ君らと同じさ先生事情を伺いに参りました山岸風花という生徒について違うの違うのよこんな風花あれあなた確か前に山岸をどうしたんだおいおい、キリジョー君、そんな言い方ないだろう。森山も困ってるじゃないかね。なあ、森山、話したくなければいいんだぞ。お前が余計なこと言って、山岸が変に思われてもいかん。風花ってさ、ちょっとつついただけで、いつも世界の終わりみたいな顔すんだ。すぐ分かったよこいつ優等生のくせに根っこあたしらと同じだってどこ踏んづけとけ立てないかあたしには丸分かりだっただからあの日もほんの遊びのつもりだったの5月29日風花を体育館に連れてって外から鍵かけてちょ、おまっ閉じ込めたっつうことかよ夜中になって自殺とかされるとまずいからってマキが一人で学校行ったんだでもマキ帰ってこなくて翌朝校門で倒れてるのが見つかったか風花を出さなきゃって体育館行ったらまだ鍵がかかったままでやばいってすぐ開けたんだけどそしたら風花消えちゃってて私らみんなビビって次の晩から夜な夜なあの子を探しに行ったのでもその度行った子が帰ってこなくてみんな次々巻きみたいにな。るほどな。ところで連日の山岸風花の欠席を先生は病欠と届けていらっしゃる。だが実際は行方不明で、先生はそれをご存知だったはずだ。どういうおつもりです？何を言ってる。生徒のためにしたことだよ。みんないろいろ将来のために都合があるんだ。子供の君らにはわからんだろうがね。失踪して警察沙汰になる問題児など、ご自分の組にはいないということですか。本人のためだ。こんな
ことで学歴に傷がついてはいかんだろう。親御さんもそういう話で納得してんだ。保身のためには教職の本分すらも捨てるか。ゲスめ。いや、そんな風に。病院へ運ばれた君の友人について何か気づいたことはないか。どんな細かなことでもいい。声だ。自分を呼ぶ声。そうだ、みんな病院送りになる前の晩、君の悪い呼び声を聞いたって。声？先輩、もしかして今回の事件って。間違いない、奴らの仕業だ。誰が影時間に落ちるかを事前に知る方法はないとされてきたが。なるほど、声か。つまり影時間へは落ちるのではなく、奴らによって落とされるということだな。実際の被害を目の前にすると思い知る。奴らは確かに人間を狙っているんだ。シャドウ、紛れもなく人類の敵だ。今夜は私たちの寮に泊まるがいい。それが一番安全なはずだ。もしも声を聞いてしまったらすぐに教えるんだ。何かに呼ばれたようにか。これさえ守れば君は助かるだろう。そしておそらくは山岸風花もな。放課後生徒会室に集合だ。そこで今夜の作戦について説明する。今夜山岸風花を救出する。おそらく彼女はまだこの学園から出ていない。OK です。今夜この学園への潜入作戦を行う。目的は山岸風花の救出だ。いまいちわかんないんすけど、山岸って学校の中に。しかもなんで夜に？0時になっちゃったら学園は。その通り、山岸もそうやってタルタロスに迷い込んだんだ。じゃあまさか山岸さんと体育館に閉じ込められてからずっと。そんな、放課後前の話じゃないっすか。それどう考えて。いや、帰還するのは早い。タルタロスは影時間の間しか現れない。なら山岸風花は日中はどこにいると思う？言われてみれば。こいつは仮説だが、おそらく山岸はあの時からずっと影時間にいるんだ。つまり10日といっても、山岸にとっては影時間を足し合わせた分しか時が過ぎてない。生存の可能性はある。おお、マジっすか。あ、でも影時間って慣れた俺らでもいるだけで結構。あれを10日分ぶっ通しってのは。そういえば、それにたとえ見つかっても場所によってはたどり着けるかどうか。なら、このまま見殺しにするのか。ここはある。山岸と全く同じ方法で中に入るんだ。同じ場所へ行って0時を待つ。そうすれば短時間でたどり着ける。その方法大丈夫な？正直に言えば、私はこの作戦にはもろ手を挙げて賛成はできない。最悪二重遭難という可能性もある。しかし助かる可能性があるの。追っておくなんて俺にはできない。後悔したくないんだ。お前らが行かないなら俺一人で行く。
わかった。危険は承知だが、このまま放置するわけにもいかないからな。そうですね。やってみないとわからないし。よし、夜の学校に侵入か。そうと決まればあれだな。どうした？理事長は捕まらない。まあいいんじゃないですか。一つだけ面倒がない。理事長の口添えがないとなると夜の学校にどう入ったものか。それご心配なく。そのことなら仕込み爆薬か。いいだろう。時間が欲しい。出るぞ。爆薬？いや、まあ鍵開けといたってだけなんだけど。すんなり入れたっしょ？俺ってなんつうか。自慢するほどのこと？昼間のうちに鍵を。ブリリアント。時間が惜しい。行くぞ。あの人何なの？ブリブリとかって何？どういう意味？日本人は日本語使ってほしいよな。電気つけましょうよ。怖がっちゃってまあ。内緒？騒ぐな。この時間は主電源が落ちてる。それに暗いままの方が都合がいい。なんかコソコソしててやだな。まずは体育館の鍵を手に入れるぞ。2年の君らは職員室を当たれ、私たちは公務員室を回ろう。その後で1階の玄関ホールに集合だ。いいな。職員室のガサ入れか。テストの問題とかあるかも。俺も職員室にするかな。公務員室より面白い。私の目の前で不正の算段か。事実なら処刑だな。嘘に決まってるじゃないですか。嫌だなもう。
真面目すぎる。では私たちは公務員室に行こうか。イオリ、君も私と来い。聞こえない。何？警備の人か、脅かす。幽霊なんかじゃないって。もうそれにね、幽霊なんてね、言うほど怖いってわけじゃ。しかも迷惑メールだし。でもいきなり鳴るんだから。体育館、体育館、もう暗くて字がよく見えないな。この鍵に何て書いてある？どれどれ。ほんとだ、やり。じゃあこれちょっと拝借。さあ戻りましょう。待ち合わせ場所は玄関ホールだよ。鍵はあったか？ゲットしてます。途中なんか聞き覚えのある声でギャーッとか聞こえたけどな。え、適当言ったのに図星？喧嘩売ってる？騒ぐな。よし、改めてチームを2つには、3人がこのままタルタルスへ突入。私とあと1人は外でスタンバイだ。
定時間に入ったら私が位置を割り出す。俺は突入組、それとお前も来い。またしきり役をやってもらう。じゃあ3人目は私で。タイムタイム、ゆかりっち。ほら、俺前にモノレールの時実力出せなくて迷惑かけちったじゃん。しっつうかさ、おめえ挽回させてくれよな。は？変な見えはんないでよ。それとおめえは返上。そういうことなら、おめえ返上させてやる。突入はよろしくっす。なんだ、タケバ。ミズルと二人きりは苦手か？いや、そんなことないですよ。そろそろ時間だ。結局一人なんだ。ふうか。やだ、やだよ。呼んでる。そうだ、学校謝らなきゃ。連絡がないな。通信の感度は最大なんだが。そういえばあの森山って子、寮に一人きりで大丈夫ですか？正直を言えば、影時間に絶対安全な場所などない。だがここへ連れてくるわけにも、彼女のためだけに一人割くわけにもいかないだろう。そうなんですか。でも山岸さんの救出にはこうして全員で。私だ。今そちらの位置を確認した。思ったより上だな。通信がギリギリだ。それより3人とも無事か？秋彦、おい！通信圏外とかですか？なんか心配ですね。目が覚めた？君の部屋の外で会うのは初めてだね。
言ったでしょ、僕はいつでも君のそ…でも今はゆっくり話していられない。今夜君にやってくる試練はどうも一つじゃないみたいだ。とにかく急いだ方がいいよ。彼女、今の君たちには必要な人だ。じゃあまた会えるといいね。
心配したぜ、タグ。今後はこういう入り方は無理だな。ああ、つうかさ、お前ここ来る途中に、誰？人なの？わっわっ、この声！つか、後ろからか？山岸風子。おお、生きてた。もう大丈夫だぜ、俺ら救助隊だから。よかったな、俺たちと一緒に。ありがとうございます。私俺の判断が正しかったな、ミズル。ここ一体どこなんですか？私学校にいたはずな。その話はちっと長くなんな。ミツル、聞こえるか？やっぱりダメか。ああ、怪我とか大丈夫か？つーか、ここ化け物出るだろう。じゃあやっぱりここ何かいるんですね。今のところなんとか見つからずに済んでますけど。見つからずに、どうやって？なんて言ったらいいか、居場所がなんとなくわかるっていうか。わかるって、ミツルと同じ力か。いや、それ以上。あいつのペルソナは本来は戦闘タイプだからな。これを持っていてくれ。お守りのようなものだ。弾は出ない。よし、急いで戻るぞ。月でか、明る。てか、こんなギラギラしてたっけか？月の満ち欠けはシャドウの調子に影響するって説がある。もっとも人間も同じだがな。ユカリッチがプリプリしてたのもお月さんの影響。モノレールの時も丸かったし。前も丸かった。なんすか？おい、4月に寮が襲われた日、月を見たか？ミツル、聞こえるか？おい、聞こえているのか？返事をしろ！ミツル、おい！何これ？今までのよりずっと大きい。しかも人を襲ってる。くそ。なんす？出た。おそらく奴らは満月に来るんだ。急ぐぞ。ちょっと。これは。くそ、一体
体じゃないのか。ミツル、こいつ攻撃が効かない。おいおい、こっち来るよ。おい、誰かいんぞ。どういうことだ、なぜあんなところに。無茶だ、戻れ。逃げて、ここは危ないから。あ、私、あんたに謝る。おい待て、それは武器じゃない。それより気をつけろ、こいつら。それにバックアップの機材も。いいから、お前はじっとしてろ。私、今の声は。私、あの怪物たちの弱いところ、なんとなくだけど見えます。弱点が思った通りだ。バックアップは彼女が代わり。そういうことか。よし、頼めるか。はい、やってみます。ミツル、下がっていろ。こいつらは俺たちで片付ける。
番だ。それを待っていた。今だ。皆さんすごいです。あんな怪物を。心配ない。フーカあんた、怪我はない？うん、よかった。フーカ心配ない。疲れがたたっただけだ。フーカ今の2体のシャドウはどこから？外からだ。寮やモノレールに出た時と同じだ。そうか。っていうか森山さん、影時間とかシャドウとか全部見ちゃって、これから。いや、彼女は俺たちとは違う。影時間の嫌な思い出は記憶に残らない。それにシャドウの声を聞いたはずが、結局こうして無事でいる。再びこうなることはもうないだろう。それ、山岸さんが恩人だったことも忘れちゃうってことですよね。そんなのって。いや、そうなっても、あん…ごめん。自分がどうすべきだったのか、彼女はもう。I never felt like thinking
話は聞いてるよ。山岸風花君。ははい。そんな緊張しなくていいから、まかけて。みんなも本当にご苦労だったね。山岸君の件。よっ、あ、そうそう、それとね。例の意識不明で見つかった女生徒たちは、みんな意識を取り戻したら。よかった。彼女たちは3人とも、警備員が帰る夜中の0時近くを待って学校に来てたんだ。そして、門の前で0時を迎え、影時間に持ち、シャドウに襲われた。ただ、昔からある階段と状況が似てたとかで、変な騒ぎになっちゃったようだ。まったく、怨霊なんて実際ありっこないですから。私が悪いんです。なんでそうなるのよ。あなた被害者でしょ。でも何日か休んだくらいで、死んでるとか変な噂になっちゃったのは私のせい。あのね、君がいなければ私たちは勝てなかったかもしれない。君は私たちの命の恩人だ。だからもっと自信を持っている。君には人の支えになれる特別な力がある。特別な力？私たちはペルソナと呼んでる。君の能力は今の私たちに必要なものだ。ぜひ力を貸してほしい。それって私が先輩たちの仲間に？キリジョー先輩。あのさ、別に強制じゃないから無理して今決めなくても。私やります。やらせてください。即答いいの？一緒に戦うならこの寮に入ってもらうことになるけど。それは多分大丈夫。どうせ家には私の居場所はないし。ありがとう、協力。ただこういう特別な事情だ。ご両親への説明は。はい、ありがとう。いいんですか、こんな簡単に人を巻き込んで。大丈夫ですから、私。ところで、また今月も例の普通じゃないシャドウが出たね。どこから現れるのかとか謎は残るけど、真田君の予測はおそらく当たりだ。奴らは満月にやってくる。今後の指針にしてくれていいと思うよ。来月からは満月が近づいたらご注意ってことっすね。敵の来訪周期がつかめたというのは大きなアドバンテージだ。対戦の日取りが決まればトレーニングのメニューが組める。I've never felt like the game goes for last forever.
ねえ、聞いた？エコダさん、あいつ処分とか受けたらしいよ。マジ？な、知らないけどいきなりだって。セクハラとか？それ言って。あ、幽霊の子だ。やめなって。いる？森山さん。ふうか、あんた寮に入った？相変わらずくんらいの。でも何かあったら相談しなよ、いつでもさ。どうせ頼れる相手もいないんでしょ。森山さん。かったいな、その夏希でいいから。
メイス。一つ試練を乗り、でもね、不思議なんだ。君を見てるとそんなこととは反対の大きな可能性を感じる。現に君の力、前とはだいぶ変わってきてるみたいだしね。ねえ、よかったら僕と友達になってよ。君にすごく興味があるんだ。どうかな。名前？そっか、名前が必要なんだね。僕の名前はファルロス。よろしくね。もう遅いから帰るよ。次に会える日が今から楽しみだ。
帰りなさい。
たいです。弱点をつきました。この瞬間を待っていた。今だ。出番だ。まだ生きているか。いや、梅雨払いといったところか。通りだ。
えよ。あとみたいです。行くぞ。よっと。あいつしびてえよ。うわっ、あと一体です。まだだ。待っていた。今だ。見事な戦いでした。てれってって、順平はレベルアップ。敵体勢を崩しました。まだ行けますよ。敵体勢を崩しました。まだ行けますよ。時間を待っていた。今だ。討伐終了。
今だ、やっちまおうぜ。ほら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 、討伐終了。Thank you.
リリム。弱点をつきました。お、すげえ。弱点をつきました。敵が耐性を崩しました。弱点に当たりです。よし、うまいぞ。弱点にヒット。敵が倒れました。敵は総崩れだ。一掃する。闇を旅にしてやる。討伐終了。シャドウハン。ちょっと待って。
たいです。オーラスだぜ。まだ生きている。皆さんパワフルです。シャドウ強くなった。2です。ああ、
腕を上げてます。チャンスです。あ、倒れました。刺激チャンスです。敵は総崩れだ。一掃する。縁の旅にしてやる。俺は奴だけだ。まっ、危なくなったらいつでも止めてくださいね。
梅雨払いといったところだ。消失。